皆さんこんにちは、利休です。今回はテレビのお話です。 LG さんからやっと2021年の日本向けのモデルが発表されました。今回はその中から有機 EL についてまとめてご紹介したいと思います。まずはじめに注意事項です。このチャンネルでは企業が発表しているオフィシャルの情報を基本としておりますが、一部メディア発表やリーク情報も含みます。内容は編集時点のものです。どうか公開後に事実と異なってしまう場合もございます。情報の正確性の確保に努めておりますが、気になる点がございましたらオリジナルのソースをご確認ください。それでは内容に入ってまいります。まずはラインナップのご紹介です。昨年のモデルとどう変わっているのか、それをご紹介いたします。こちらが LG さんのプレスリリースです。日本向けのモデルの一覧表になってます。 URL 下に貼ってあります。これ見ると G1、C1、A1 という3つのモデルが紹介されています。つまり B1 が日本国内では展開されないというふうに見えるんですけれども、実はですね、ここちょっと微妙なところでして、もう一つページがあります。それがこちら。これは LG さんの商品紹介ページです。その中に G1、C1、ここです。B1 も掲載されているんです。プレスリリースには B シリーズ入っていないんですけれども、商品一覧ページには B シリーズ入っています。しかも B1 PJA とちゃんと日本向けの型番が割り振られています。ですので、これどっちが正しいのか、現時点でははっきりしません。というわけで、今回は B シリーズなしとしてご紹介していきたいと思います。2020年モデルと2021年モデル、こんな感じになってます。W シリーズは廃止、B シリーズは現時点で不明。そして、サイレンカの A シリーズが追加されています。続いて、インチ展開です。まずこちらが2020年モデルのインチ展開。W シリーズは65のみ、G シリーズは55、65、C シリーズが一番多くて48、55、65、77、B シリーズが55、65というインチ展開でした。それに対して、日本国内の2021年モデル、インチ展開がこうなります。まず G シリーズは去年と変わらず55、65。続いて C シリーズ、48、55、65、77までは一緒で、83インチが追加されています。そして B シリーズ飛ばして A シリーズは48、55、77という展開になっています。これご覧いただくと分かりますように、大画面化70インチより大きいインチサイズが3つに増えています。続きまして、主な特徴を比較していきたいと思います。まず G、C、A シリーズ、パネルが G シリーズのみエボパネル、これまでよりも明るいパネルが採用されています。そしてチップ G と C が α9 の4世代目、 A だけ α7 の4世代目となっています。 OS は WebOS 6.0 にバージョンアップしています。そして G シリーズのみギャラリーデザインという新しい筐体というんですかね、壁にこうぴったり貼り付けられるような機能があります。続いてゲーム関連の機能、 HDMI 2.1 に対応するのは C シリーズ以上、 A シリーズは 2.0 のみです。つまり VRR も C シリーズ、G シリーズのみ。一方 ALLM と EARC、A1 シリーズも対応しています。VRR と並んで G-Sync も C1 以上となっています。ですので、PlayStation 5、Xbox といった次世代ゲーム機で使用する場合には C1 か G1 どちらかになってくると思います。続いて映画、映像関連の機能です。差はほとんどありません。ドルビービジョン、ドルビーアトモス、フィルムメーカーモード、すべて対応しています。AI 関連のみ、プロセッサーが違いますので、C シリーズと G シリーズはプロ、A シリーズはプロがつかないバージョンとなっています。で、去年のモデルとの比較なんですけれども、これ結構気になる方いらっしゃるかもしれないんですが、まだ2021年モデル、日本国内で発売はされていませんので、発表されている情報との比較になります。で、一番大きいのがやっぱり G シリーズの新しいパネルです。これはもう物理的にデバイスが違いますので、去年のモデルとは全く違うものとなります。それから映像処理のプロセッサーですね。α7、α9。これが第4世代のプロセッサーに変わってます。ただこれは第3世代と第4世代で何が違うのかっていうのは開示されていませんので、どこまで違うのかっていうのは全くわかりません。3番目が OS です。LG さんは WebOS っていうものを使っているんですけれども、それが 5.0 から 6.0 にバージョンアップしています。で、LG さんの場合は、この OS のメジャーアップデートっていうんですかね、例えば 5.0 を 6.0 に上げるようなアップデートっていうのは、基本的には提供されないと思いますので、6.0 を使いたいってことであれば、2021年モデルを買わなければなりません。4番目がゲームオプティマイザーです。
この機能はゲーム関連の機能をユーザーインターフェースとして一箇所にまとめたというものもありますが、それ以外に様々なゲームプレイを支援するような機能が加わっています。まあこれも好き嫌いあると思いますので、必要ない方は全く必要ない機能かもしれません。そして最後がディズニープラスです。2020年モデルは現時点でディズニープラス搭載されていません。後からアプリを追加することもできるんですが、その中にも入っていません。で、2021年モデルはディズニープラス搭載されています。リモコンにもディズニープラスボタンが追加されているぐらいですので、本体の中でディズニープラスを使いたいってことであれば、現状では2021年モデルを選ぶ必要があります。というわけでご覧になってわかると思いますが、あんまりですね、差がないんですね。その特に物理的な機能の面では、2020年モデルと2021年モデル、G シリーズ以外は大きな差がありません。ですので結構悩む方も多いと思うんですが、値段の差が多分もう C10 シリーズが発売当初と比べればかなり値崩れ起こしていますので、悩む方も多いかもしれませんが、とりあえず次世代ゲーム機で使えるテレビが欲しいということであれば C10 シリーズで良いのかもしれませんし、今後のバージョンアップとか、その辺が気になるってことであれば C1 シリーズを選んでおいた方が安全かもしれません。続いて価格情報です。こちらは LG さんが発表しています参考の小売価格となってます。まずこちらいつも使う日本の相場表。まず G シリーズがこの辺の価格となります。エボパネル使った G1、 ほぼ日本のマーケットの上限価格に近い金額となってます。そしてこちらが2020年モデルの G10 の初値です。ご覧いただくと分かりますように、G1 は去年のモデルよりも若干値上がり傾向があります。続いて C シリーズ、83インチは100万円を超えています。ご覧いただくと分かりますように、C シリーズも結構値段が高いです。48インチなんかは上限に近い価格となってます。C1 もかなり高い。で、去年の価格と比較するとこうなります。55インチ、65インチはほとんど差がないんですけれども、48インチは若干値上がり傾向。77インチは以前の動画でもご紹介しましたが、パネル価格安くなっているということで、若干値下がり傾向があります。そして最後 A1 シリーズ。こうやって見るとわかると思いますが、C シリーズとほとんど価格差ありません。これ1本が5万円ですので、だいたい4万円ぐらいの差しかありません。このぐらいの価格差で、HDMI 2.1 に対応していない A1 シリーズが果たして売れるのか、結構疑問が残る値付けかもしれません。そして発売日、ご覧のようになっています。皆さんが興味がある C1 シリーズ、そして G1 シリーズ、83インチを除いて、すべて5月下旬、つまりあと1週間ぐらいで発売されることになっています。消費電力については、まだ詳しい情報が開示されていませんので、今回は省かせていただきます。というわけで今回は駆け足になりましたが、LG さんの有機 EL テレビ、2021年の日本モデルが発表されましたので、まとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。